私続投なの。しかもフランいないし。今度は金髪のおじさんが主役なのね。この人も知らないな。まあとりあえずセーブしときましょ。あ、一回取り直すわね。よし。このゲームいちいちめたいこと言うわね。悪酔いにも程があるでしょう。話しかけられない。で、どうすればいいのこれ。手当たり次第に話しかけてはいるけれど。リップルームね。多分そこだわ。いや、本当に広いんだけどこの船。どこに何があるのよ。この鉄の扉みたいなのがエレベーターなのね。およそエレベーターに見えなかったのだけれど。あ、リップルーム見つけた。いや、いっぱいあるのね。どこの部屋よこれ。ここじゃない。ここね。微妙に分かりづらいことしてくれるじゃない。別の場所ね。あ、さっきよりも比べ物にならないくらい迷ってたからカットよ。着いた？けどセーブポイントがあるわね。もしかしたらなんか来るのかしら。なんか戻せそうにない開け方してない。大丈夫。随分豪快ね。なんとかなったか。冗談じゃん。なんか一部の人に刺さりそうな格好よさしてるわね、このおじさん。そういうパターン、めんどくさいから逃げ逃げだけあった。あの後も借り続けてたわ。さすがにもう当たらないわよ。これ道合ってるのかしら。
相当ね。スキルは何もなしか。まあそりゃそうよね。だってそこだ。この子も結構バランスがいいわね。いやだから行きって。こんな恥ずかしい。だってそこだ。痛いぜ。アルクに避けちゃった。こんな恥ずかしい。だって大した腕もないくせに。どこまでいい加減で逃がせなんだ。あんたたちは座りにならないで。しかも文句こそ言うけど素直に仲間になるのね。うだうだやってる場合じゃねえか。何ぬるっと殺してくれてんのよ。払いでもお姉さん。だって俺はこいつで肩をつけるぜ。家電流シライフ。しかしだ。大した腕もないくせに。うわ、すごいいっぱいいる。なんとか回避できた。なんでこっち行ってんのよ。そうね。相変わらずスキルなし。 HP も KP も2人と比べて低いわね。最近でさっか。あ、こいつもそんな強くないわね。あ、アシストスキル結構優秀。グリーンハーブって確か回復するわよね。回復が使えるだけで助かるわね。レッツゴー。こんな恥ずかしい。だってやった。まあ、楽勝よね。助かった。いっぱい宝箱ある。名前だけ聞いたことあるわね。アイテムを使うと特に習得。そんなのもあるのね。単純にこの武器を使用するって感じのスキルなのね。じゃあ親玉っぽいやつがいるところまで戻りましょうか。疑惑の判定じゃないの今の。ここで切ろうかしら。次回はボス戦だけになるのかしら。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。